尖閣諸島に中国海峡局が侵入を繰り返す中、中国の言い分は台湾が尖閣諸島を領土と主張しているのを逆手に取っている。現在では台湾を通り越している状況だ。今回は尖閣巡視船部隊に大型巡視船やさづきが就役、詳しく見ていきます。台湾が尖閣を領土と宣言撤回し、日米で台湾を防衛するって、話でちょっと動き出すような、私だけの考えです。この2021年11月19日には、中国海警局の所属船舶4隻が、今年累計で31回目となる尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増すばかりという状況にある。日本政府では、松野官房長官がこの事実を認め、中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側がそうした行動を革新的に行っている以上、今後も続くことは容易に想像できる。ちょうど1年ほど前の2020年11月には、中国の王毅外相が来日していたが、この際にも王毅外相はいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるかのような発言を繰り返し、日本側のそれを放置するかのような対応も記憶に新しい。ここで王毅外相は、中国が尖閣諸島を領有しているという事実を理解していない一部の日本の漁船などが同海域への侵入を繰り返しており、その対応に中国海警局の船舶が追われているかのような発言を行っていた。こうした発言を日本側がその場で訂正を求めないことをいいことに、中国側は王毅外相の発言がさも事実であるかのような体裁を繕い、中国の尖閣諸島領有を既成事実化するという自らに都合の良い方向に推し進めている。特に今年2021年2月には中国海警局の武器使用を大幅に緩和する海警法の改正を実施しており、従来以上に現場の中国海警局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしている。続く4月末には海上交通安全法を制定し、9月から施行させているが、同法は中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海警局の判断で退去させる権限を与えると明示しており、尖閣諸島周辺に適用させてくるのは確実だろう。海警法にせよ、海上交通安全法にせよ、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ路人治国家とでも言うべき中国が法に基づいた対処を行うという定義自体が噴飯ものなのだが、狡猾であることは認めざるを得ない。いずれはこうした中国が一方的に制定した法であっても、これを盾に尖閣諸島周辺海域における日本の漁船や海上保安庁の巡視船等に対して、中国は法にのっとって適切な対処をしたと主張し、排除を正当化するのだろう。こうした尖閣諸島周辺海域が危機的な状況下にあると言える2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船である黎明型3番艦のあさづきが就役を迎え、中国海警局へ対抗する新戦力となることが期待されている。あさづきは排水量約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊に軸出力で36000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載しており、
海上保安庁の巡視船としては前日通り最大規模だ。例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模であり、浅月の大きさがご理解いただけるだろう。浅月は、その艦隊の大きさに準じて、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、多数が搭載されており、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M61 を2機備えている。また、浅月は、艦隊オブに、ヘリコプター用の、離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には、1機のヘリコプターの搭載が、標準とされているが、物理的には、最大2機、なので、収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴である。浅月が艦載機とするのは、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリであり、同機を2021年3月の段階で、海上保安庁は10機保有しているが、さらに追加で5機の調達を行う予定とされている。これは、今回秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で、最も注目を集める点でもあり、同保安本部には、これまで、もっとサイズの小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる、巡視船しか存在していなかったためだ。それらは、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船であり、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルと小型の艦隊であるため、運用可能なヘリも、それに準じたものだった。シコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外には、最大で、12名ほどの収容力を持つ機体だが、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当するキャパシティを持っている。このため、浅月は、非常時に、仮に、機の EC-225 シュペルピューマムキータスヘリを艦載した場合には、うるま、沖縄、琉球ら津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、警備や救難活動能力が、飛躍的に高まると言えるだろう。こうした新造の大型巡視船、浅月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた海上保安庁の警備力の増強は随時進められているが、同海域への中国海警局の進出の影響は大きく、一部からは、すでに、そこは、日本の領海とは言えないとの指摘の声も聞かれる。主として、これらの主張を行っている人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に、接近を試みた場合、中国海警局の船舶からの妨害を危惧する海上保安庁の巡視船によって、そもそも接近することを禁じられてしまうと憤っているようだ。中国海警局の船舶が、現在のように4隻を1組とする船団体制で尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に、魚釣島らの3島を日本政府が国有化して、以降から、特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいようだ。そこからは、日本政府が、尖閣諸島の領有化を強化しようと政治的に動いたことで、むしろこれを妨害しようとする
中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師の方々が普通に漁場とできる状態ではなくなったのは事実かもしれない。しかし、この状態をもって海上保安庁が中国海峡局、海警局の船舶に対して弱腰な対応をしているかのように主張するのは疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断での対応はできないだろう。現時点で海上保安庁の現場の船舶が取り得る対策は、日本の漁船が中国海警局の船舶から危害を加えられないようにガードすることであり、いたずらに中国海警局の船舶に好戦的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。これをもっと能動的にせよというのは、現場の海上保安庁の船舶に言うべきことではなく、日本政府そのものへの対応を問うべきであり、現場判断で勝手な振る舞いもできない海上保安庁の職員の方々にこれ以上の負担を強いるべきではないと思える。1972年の日中国交正常化の際に、尖閣諸島の帰属問題については棚上げとしてしまったツケが今の現状に回ってきている状況であり、海上保安庁自体に現状の責任を追及するような物言いは全くの見当違いと言うべきだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海自が誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には、海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共に、アメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、
海上自衛隊から護衛艦ムラサメと潜水艦、イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P1 哨戒機、アメリカ海軍が P8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。
ただし、初観用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲加賀にとっては、アメリカの強襲揚陸艦での運用の方が、より近いと言えるかもしれない。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想敵たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに、今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は、現在の主力の F-18 戦闘機に代えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも、すべての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と、F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。